はい、じゃあ歌いますか。はい、リハーサルさせていただきます。
さあ時刻はまもなく16時を回ります。諫早あかりファンタジア2022ご来場の皆様、今日は3年ぶりですかね、開催スペシャルナイト自体は、2年ぶりになるんですけどもね、久しぶりの開催でご来場いただきまして誠にありがとうございます。飲食フェス、またね、あともうしばらくすると富岡であったりイルミネーションも綺麗に輝く、ロマンティックな夜が演出される、そんなタイミングが来るんですけども、今日はお昼の3時からですね、ステージの方もスタートしておりまして、これからまた新たな、アーティストをですね、地元ミュージシャンから、披露していただきたいと思います。続きましてご紹介しますのは浜田真理子さん、あ、ごめんなさい、フルネームに言っちゃった、真理子&ひろこですね、はい、マリコ&ヒロコの2人、諫早市を拠点に活動しているマリコ&ヒロコと申します。スペシャルナイト2年ぶりの開催、誠におめでとうございます。私たちは夏メロを中心に演奏していますが、諫早各地でイベントが復活し盛り上がる中で本格的に活動を再開することができ、今ここで大好きなお祭りあかりファンタジアのステージに立てたことを心から嬉しく思っております。今日も懐かしい楽曲を持ってまいりました。精一杯演奏させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしますということです。ぜひ皆さん、マリコ&ヒロコさんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。なぜあなたが綺麗になりたいの、その目を誰もが見つめてくれ、thank you.
ございます。さあ、改めましてワリコン&ひろこです。よろしくお願いいたします。ひろこさん、大丈夫？緊張してる？なんかあれ、なんか探し物してとかって言っちゃって、ちょっと心配になっちゃった。はい、最初に歌わせていただいた、お手を振ってるでしょありがとうございます。最初に、聞いていただいた歌はですね、もうとても有名な安全地帯さんの恋の歌ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この感じでね、いつも夏メロを歌わせていただいてるんだけど、本当にこのステージ、まあ、一度だったことあるんですけども、めちゃくちゃ嬉しくて、今日はい、とてもね、探し物をしとるんでございました、多分ね。だからちょっとね、またまたしとるんです。はい、あったあった、それで、ね、探してて、はい、ということで、今日ね、もう少しお付き合いいただこうかなというふうに思ってるんですけども、秋の、もうね、秋というには、まあまあ、でも今日は暖かいけど、秋というにはね、もう季節だなと思うんですけど、秋の歌と、それから気が早いクリスマスの歌とね、お二方になっていこうかなというふうに思っております。OK、大丈夫？おー、よかった。そしたら、秋の曲を2曲続けてお届けしたいと思います。
秋の曲2曲続けてお聴きいただきました。最初は山口百恵さんのコスモス、そして、後に歌った歌はですね、いつも由美さんの恋人よという曲でした。いや、なんかこうちゃんと季節に合わせた歌を歌おうとすると、なぜか秋は暗い曲じゃなくて、なんでこんな暗い曲しかないんだろうっていう話になったんですけど、まあ、冬の曲も結構暗い曲が多くて、私たちいつも暗い曲ばっかりやってるなっていう気はしております。はい、ということでここでね、ちょっとメンバー紹介をしたいと思います。マリコ&ヒロコ、先ほどからね素晴らしい音色を奏でてくださっています、キーボード陣野ヒロコ、はい、そしてボーカルの浜田マリコです。改めましてよろしくお願いいたします。はい、ということでね、だいぶ半分ぐらいまで来たという感じですけども、はい、あのね、一応ね MC 用にマイクもね用意されてたんだけど、喋らないって言って、ではい、では秋の曲もね2曲させていただいたので、次もね冬の曲、まあ、ちょっと気の早いですけど、まあ、この時期じゃないとできないですね、クリスマスソングをですね、最後2曲聴いていただいて終わろうというふうに思っております。はい、まだ暗いね、暗いけど、まだピアノの音色はね、素敵な曲でございます。からしまみのりさんのサイレントイブを、はい、聴いてください。白な粉
アキラさんが、フェミサーの、番組をされてますっていうふうにご紹介いただいたんでありがとうございます。木曜日の、19時30分から番組させていただいてるんですけど、金島みどりさんね、実はフェミサーね、ね、そうそう、あのさんですね、はい、おしゃべりされてるんですよね。よかったらフェミサーも聞いていただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、まあ悲しい曲ばっかりやってて、あのひろこさん、萌ちゃんにスケート頼みますか、大丈夫ですか、お願いしてもいいですか。娘ちゃんがね、
来てくださっててね。そうで、ちょっとね、譜面がね、倒れそうなんで、ちょっと支えてもらおうかなと思います。で、私たちですね、今日実はもう一本ライブがありまして、夜なんですけども、22時からですね、諫早コマ劇場という場所で、バーコメントっていうのをやって、まさにですね、あの娘さんが、店主でやれてる場なんですけども、コメントライブっていうのを今日は、開催するということでお邪魔することになっています。22時から、私の、ひろこだね、マリコ&ひろこに加えて、ギターのとしろうさんっていう方がいらっしゃるんです。3人でマリコひろことしろうっていうね、ユニットもやってまして、そちらの方で出演することになっておりますので、もしお時間ある方いらっしゃったら、8時開演、会場でオープンマイク買って9時からですね。で、彼女もね、歌うんでね、はい、ここのね、またね、グループもあるんで、はい、もしお時間あれば来ていただけたらなというふうに思います。大丈夫？じゃあ、こっちに、はい、ちょっとね、意外に風があったってね、はい。ということでね、最後はですね、ちょっとハッピーな曲で終わろうかなというふうに思っております。はい、最後歌わせていただきますのはドリームスカムチューさんで雪のクリスマス。これで、マリコ&ヒロコのステージを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。この後も楽しんでください。最大の
ありがとうございました。マリコ&ひろこでした。最後ボリュームが過ぎました。ゼルミさんはい、この後ありがとうございます。ちょっと時間ある、大丈夫ですか。ありがとうございます。あんまり私たちいつもなんかキツキツの時間でやってて、アンコールがかかることがめったにないんで、めちゃくちゃ今喜んでおりますが、はい、いいですか。歌っても覚えてくるぐらいね。最後ちょっとおばあの足がものすごい力強くなっちゃったんで、ちゃんと歌えるかな、大丈夫かな。はいはい、なのでですね、まあ本当にね、楽しくね活動させていただいて、まあ、12月もねちらほら予定がありまして、そうね、あの大きなイベントっていう感じではないんですけどね、これから、また来年もね本格的に歌わせていただけたらなというふうに思っております。この後はね多分ハッピーな曲がねずっと続くと思いますのでね、私たちはねここで一遍こう沈んだってね上がっていったらなというふうに思っておりますけど、じゃあアンコールありがとうございます。お答えいたしまして、もう本当に時間で歌を始めた時から、やってる曲を最後に皆さんに聴いていただきたいと思います。では、最後に一緒に歌っていただけたらと思います。最後はなだそうそう聴いてくださいありがとうございました。君への思い
ありがとうございました。マリコ&ヒロコでした。今日本当にありがとうございます。この後ね、楽しんでください。いい匂いしてきたんで、私ね、なんか食べて帰りたいなと思います。そしてね、うなぎさんにも会って帰りたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、マリコ&ヒロコさん、ありがとうございました。今一度拍手を。